こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は新しいアクティブ ETF が出たということですので、お話ししていこうかと思います。今回はですね、 SMDAM アクティブ ETF 日本高配当株式というものになります。運営するですね、会社が三井住友 DS アセットマネジメントというところになってきます。ではね、目次からいきます。では目次こちらになります。こちらね、コードが2011というものなんですけど、この2011の基本情報をお話しして、この銘柄の選定方法、そして他アクティブ ETF と比較して最後まとめというところでお話ししていきます。ではね、基本情報ですね。先ほども言いました通り、正式名が SMDAM アクティブ ETF 日本高配当株式、コードが2011というものになります。銘柄数がですね、見れなかったのでちょっと不明というところにしています。分配利回りは予定としてモデルがデータというか資料の方では書いてあったんですけど、それでは 3.45% というところになっています。経費率はですね、税込みで 0.583% というところですね。純資産総額が2023年12月1日段階で 20.2 億円というところになっています。出来高が29万2840。で、現在の価格、こちら12月8日の価格ですね。こちらで 496.6 円というところになります。こちらのですね、ETF は10口で買い付けができるというものになりますので、この価格の10倍したもの、つまり4966円がですね、買う時の現在の価格というところになってきます。分配付きは年間2回ということで、5月11月、上場日がこの前でですね、2023年11月29日というところになっています。では引き続きですね、基本情報を見ていきます。ではですね、こちらが三井住友 DS アセットマネジメントが運営している、この2011と類似のファンドとですね、トピックスの配当込みをですね、比較したパフォーマンスの推移というものになっています。まあ、こうやって見るとですね、この類似のファンドっていうのがですね、トピックスの配当込みを大きくアウトパフォームしているのがわかるかなと思います。まあ、この類似のファンドに関してなんですけども、この2011との違いなんですけど、先ほど言った経費率 0.583% っていうのがね、この類似のファンドはかかってきていないというところと、またですね、この類似のファンドっていうのはですね、銘柄の選定のやり方っていうのは似たところがあるんですけど、一部違うところがあるというところですので、まあ、このパフォーマンスの推移通りに行くかっていうのはちょっとね、わからないところなんですけども、まあ、似ているファンドとしてはこういった感じの動きをしているので、まあ、トピックスの配当込みよりかはいい成績が出るんじゃないかというふうなことをですね、この運営会社さんは言っているというところになっています。収益率の方を見てみますと、まあ、累計でね、8.6% 類似のファンドがあるというところですので、まあまあ悪くはないのかなという感じになってます。ではですね、銘柄の選定の方法を見ていきたいと思います。銘柄の選定方法なんですけど、まずですね、東京証券取引所にある上場株式、その中からですね、配当利回りが 2.5% 以上っていうものをですね、選んでいきます。まあその中からですね、その高配当銘柄すべて投資するんじゃなくて、まあその中から時価総額とか、まあ財務健全性とか、今後もね、配当をやっていくのかっていったところをですね、まあ一社一社調べていって、まあ実際に経営者の方にヒアリングしたりなどしてですね、まあそういった投資対象の銘柄っていうのを絞り込んでいって、ポートフォリオを作成するというものになっています。ではね、まあこのあたりをですね、詳しく見ていきます。ではまずですね、先ほど言った通り、東証に上場している銘柄から選んでいくというところなんですけども、まずですね、この配当利回りが 2.5% 以上、この赤枠で囲っているところからとりあえず選ぶというようなところになっています。で、その中で、基本的にですね、この時価総額がですね、1000億円以上のラインを超えた、この上のですね、色がついている部分からですね、基本的には選ぶというところになります。今現在ですと、この色がついた部分、合計して348銘柄というところになってきます。ですから基本的にはこの348銘柄の中から、ETF に含まれるポートフォリオが選ばれていくというところになるんですけれども、またですね、ここにもちょっと注意2で書いてあるんですけども、まあ、当ファンドでは1000億円未満の銘柄も投資対象とすることがありますと。またですね、予想配当利回り 2.5% 未満も調査対象銘柄とすることがありますというところになりますので、まあ、ここもですね、実際に投資をされてポートフォリオに入ってくる可能性も高いというところになってきています。実際に調査して、その内容次第ではここも投資対象になるよというところですね。まあ、そのような感じでですね、多くの大型株から小型株まで、
さまざまなですね、時価総額の銘柄に対して、投資をして、それをポートフォリオに組み込んでいくというところにしているそうです。まあ、このね、投資方針というのもなんでそうなっているのかというと、大型株に偏っていくと業種が偏ってしまうということで、あまり分散が効かなくなってしまうというところで、小型株にも振り分けることによって、まあ、業種をね、できるだけばらけさせるようにしているというところになってきています。では次はですね、先ほどの銘柄をですね、ある程度選別していたところで、まあ、その後ね、最終的にポートフォリオに入れるかどうかっていうところの、ボトムアップリサーチと呼ばれるものをするらしいんですけど、そのボトムアップリサーチとは何かっていうところでお話しします。これがですね、まあ、予想通りの配当が支払われるか、その配当水準にね、継続性はあるのか、っていうところをですね、まあ、財務の状況、そして業績の見通し、経営戦略とか、まあ、そういったところをですね、まあ、直接経営者からヒアリングする、まあ、そういったことをやって、実際に最終的にポートフォリオに入れるのかどうか決めるというところになってきます。で、まあ、この財務状況とか、業績の見通しとかは、まあ、決算とかそういったところを聞けばね、大体ある程度はわかるというところになるんですけども、この経営戦略の部分ですね、内部留保の資金を今後どういうふうに使っていくのか、株主への還元に使っていくのか、それとも設備投資とかに使っていくのか、まあ、どういった使い方をされていくのか、そういったところをね、直接経営者から聞いて、まあ、実際にそれによって投資するかどうかを決めるというところになってきますので、まあ、ここら辺はですね、まあ、僕ら個人投資家にとっては代わりにやってくれるというところで非常に助かる部分なのかなというふうに思います。まあ、だからこそですね、経費率がちょっと 0.583% というところで若干高くなっているのは、まあ、仕方ないのかなというところは感じています。というわけでね、今まで2011のですね、ETF についてお話ししてきました。では次ですね、他の2084、2085といったですね、9月に上場したアクティブ ETF とちょっとね、見比べていきたいと思います。他アクティブ ETF と比較ということで、まあ、今回ねお話ししたのがこの2011というものになります。そしてですね、右2つ、2084と2085。こちらはですね、以前動画でお話ししたものになってまして、2023年9月7日に上場したものになっています。こうやってね、表として見比べてみますと、まあ、銘柄数はですね、まあ、2011は今のところ不明なんですけど、2084が126、2085が30ということで、まあ、銘柄数はね、2084が今のところ多いのかなという感じですね。で、分配利回りは2085が 5% と、ちょっとね、多いんじゃないかなというふうに思います。で、逆にですね、経費率に関してはこの2011が 0.583% ということで、結構高めかなというところですね。まあでもこの経費率が高めなのは先ほど言った通りボトムアップリサーチというものをやっているからかなというところで、まあある程度ね、納得のいく経費率ではないかなと思います。純資産総額に関してはですね、一番新しいこの2011がやっぱりね、少ないというところで 20.2 億円ですね。で、9月に上場した2084、2085なんですけど、どちらもですね、50億円以上になっているということで、結構ですね、資金が集まってきてるんじゃないかなというふうに思っています。出来高に関してはですね、この2011と2085に関しては10口単位での取引ということになりますので、この2つはですね、ちょっとね、10分の1してですね、出来高を見た方がいいかもしれません。まあそうやってふうに考えると、この2084がですね、一番出来高的には大きくなるんじゃないかなというふうに思います。で、現在価格に関しても、この2084が、まあ2084は一口から買えるので、1992円ということで一番安くなっているというところですね。この2011と2085はこの価格を10倍したものが、買える単位になるので、まあ、若干ね、この2つは一緒の感じがするかなというところです。で、分配付けに関してはね、2084、2085が3ヶ月に1回、2011が6ヶ月に1回ということで、ちょっとね、2011が寂しい感じがするかなというところになります。で、上場日はね、先ほど言った通り、2011が一番最近。そして2084、2085がまあ2、3ヶ月経ったよというところになっています。まあこうやって見てみますと、今のところですね、どのアクティブ ETF に関しても分配金が出ていないというところになってきますので、まあまずはですね、実際に分配金がどのように出てくるのかなっていうのを見ていきたいなと思ってますし、まあ今後のね、この純資産総額の増え方っていうところもね、ちょっと注目していきたいなというふうに思います。純資産総額がね、多ければ多いほどみんながね、投資しているということになってますので、まあそれはですね、みんなが注目しているというところの表れなのかなというふうに僕は考えてますので、やはり純資産総額が多いものに投資していきたいというふうに考えています。というわけでね、今、日本の高配当株式のアクティブ ETF っていうのはこの3つがあるよというところで、まあこの3つね、これからも注目していきたいなというふうに考えています。
というわけでね、最後まとめですね。今回はですね、2011というですね、ETF をご紹介しました。この ETF は配当金に着目した ETF で、株価上昇と配当収益の確保というのを目指していきます。そして、そういうふうにですね、選んでいく理由としては、まあ、配当金を出している企業っていうのはね、株価も堅調に推移しているっていうのが過去のデータから分かっているので、まあ、ですので配当金に着目した ETF を作ることによって株価上昇も配当金もどちらもゲットできると、そういう風なね考え方で作られた ETF になってきます。でこちらの ETF は幅広い投資対象ですね、まあ、先ほども言った通り小型株から大型株まで全てですね投資していくということになってきますので、業種の偏りっていうのをね少なくしていくよということになっています。まあ、日本の中でのですね大型株っていうのにだけ投資していくという風になっていくと、結構ね業種の偏りが起こりやすいというふうに言われてますので、ですから小型株も入れていくよというところになってきます。まあ、その中でですね小型株入れるというところでも、まあ、経営者にヒアリングを行ったりして、まあ、今後のね株主還元の考え方も参考にしながら、それによって、まあ、そのライム留保をねどうやって使っていくのとか、まあ、そのままね自分のところに溜め込んだままにするのか、株主への還元に積極的なのか、まあ、そういう企業ごとの姿勢っていうのをね実際にヒアリングして見ながら、それによってこの ETF に入れていくのか入れないのか、そういったところを考えていくというところになっています。まあ、そうやってねヒアリングを行ってもらうということによって、まあ、小型株に投資していくというふうに言われていますけれども、それでもねある一定の安心感はあるんじゃないかなというふうに思っています。そして最後ですね、こちらの ETF 新NISA でも投資可能ということで、まあ、ぜひね気になっている方がいらっしゃればですね、来年から始まる新NISAでね、まあ、少しだけ投資してみるっていうのもねいいんじゃないかなというふうに思っています。というわけでね、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。